マドリードのレティール公園にある追悼施設2004年3月11日に起きたマドリード列車爆破事件での191人の犠牲者と2004年4月3日にレガネスで発生した自爆テロで死亡した特殊物体エージェントを追悼するために作られた山には192本のオリーブやイタリアイトスギが植えられておりこれは1本が殺害された1人を表しているまた 川で囲まれているが、これは、水が、生命の象徴であるためである。悲劇が発生した場所の一つである、アトウチャ駅付近の丘に位置する。2005年3月11日に行われた、落成式には、スペイン国オフアンカルロス一世とソフィア王妃が、出席した。彼らは、最初に山に花を手向けた。その花束には、テロリズムによる全ての犠牲者への強くという、 メッセージが添えられていた。王室から、アストゥリアス港、フェリペ王太子のレティシア妃、スペイン首相、ホセルイス・ロドリゲス・サパテーロとその政党議員たちも、式典に参加した。また、各国の元首や、首脳も参加した。例えば、国際連合事務総長コフィーアナン、モロッコ国王ムハンマド6世、アフガニスタン大統領ハーミド、カルザイ、セネガル大統領、アブズライワット、 モーリタニア大統領、マーウィア・ウルトシディア・ハメドタや、ポルトガル大統領ジョルジェ、参拝を、ルクセンブルク大公、アンリ、欧州連合共通外交、安全保障政策上級代表、ハビエル・ソラーナ、欧州議会議長ジョセップ・ボレル、そして国民が攻撃の被害に遭った16カ国の大使が含まれる。被害者の親族からの要求により、式典中は、 一切の演説が行われなかったが、17歳のチェロ奏者がパブロカザルス編曲の鳥の歌を演奏した。ありがとうございます。